こんにちは、ミスターマユミさん。メッセージありがとうございます。今回はですね、えー、塾長名言集というのをね、やっていただくということで、ちょっと恐縮でございます。実はこのね、即歌塾名言集っていうのは、えっ、ー、とね、伝説のですね、即歌塾塾生で最も古い、えー、まあ、シイノキヤスワルってやつがいるんですけども、こいつはね、7回波紋になったというね、7回波紋になって塾、塾から放り出されたのに、また戻ってきて頑張ってるというね、相当、 気骨の強い持ち主なんですけども、彼もね、速化塾名言集っていうものを作って出しているんですよ。で、ぜひね、今回ね、ミスターまゆみさん、多分気が合うと思うんで、その椎野木康晴とちょっとコンタクトを取っていただくとね。 嬉しいいなと思いますちょっとフェイスブックで帳尻合わせますんでやりとりしてみてください、えー、もう本当にね、えー、この3か月前に参加してくださったミスターマイヤメさんと,と7年前に参加してくださったもう7年以上前から私知り合いなんですけどそっか塾とかない前からの知り合いなんですけどもこの2人がね、えー、まあこう会うことによって彼はねまだ20代の若者なんですけども会うことによってまた新しい、えー、エネルギーがね発生することを私も期待しております、えー、それでですね 名言集に関しましての電子書籍、これいいんじゃないですかね。KDPAY とかいう、えー、と Amazon のサービスで電子書籍は簡単にできるんですよ。ちょっと私がやってた頃ってのは、Apple Store かなんか、まあ、ブックアプリとかでやってた頃なんで、もう忘れてしまいましたけども、作り方どうだったかな。えっ、ー、と、私もね、あのー、なんかその、 アラフォーからの俺も手術っていうね40代から20代の女の子にモテていこうみたいな電子書籍を出してちょっとブレイクしたことがあったんですけどもまあそれを出してたのは今でもあると思うんですけどもねまあ電子書籍に関しましては私が一番初めにねあの電子書籍の作り方っていうものを20万円で販売してたんですよ実は <laughs> だからもしかしたらミスター・メイさん電子書籍を作って売るよりもね電子書籍の作り方を売るもしくは電子書籍を 出したい人のために販売代行業をするっていうのもね一つだと思いますよ。で、えっ、ー、と新品転売なんですけども、確かにワゴンセールでねモノレートを見て売るっていうのもあるんですけども、これはね実はねむちゃくちゃ時間かかるんですよ。 えっと私もねこれそれを当然やっていたことがありますけども10万円持って10万円分の仕入れをするためにホームセンターとかねえ家電量販店とかディスカウントストアとか回るじゃないですかモノレート見ながらやるんですよ、まあ、10万円はね購入することができたんですけどもおおむね1日かかるんですよね。そそれれで10万万円円分買ってだいいいたがね12万円ぐらいの 売り上げを作ってくれる13万円ぐらいの利益を作ってくれてもやっぱり30%弱なんですよね利益は20%前後になると思います、まあ、そうなると,うんと1万とか2万の利益を上げるために1日を使ってしまうっていうことを考えるとねこれはね結構先が思いやられるなという気持ちがありまして、まあ、しばらくはやったんですけども継続的にはやりませんでしたでもミスターマイミさん是非に試しにやってもらいたいと思いますその上で えっと、新品転売でどうやってね実は短時間で稼ぐかっていう方法ねちょっとここで言っていいのかななんかさすがにねこれをばらしたらカメラの転売屋に怒られそうですけどもどうしようかないやちょっと悩ましいですねこれは、まあ、いいですかね即価塾の久保なら言うだろうみたいなこと言いましょうかえっとね実はね あの例えばこういうのがありますんで展開してもらいたいと思いますけどもえっ、ー、とね例えばカメラでいきましょうかカメラをあのダブルズームキットっていうのがあるんですよそれはですね、えー、カメラのボディとちっちゃいレンズと長いレンズがついているセットっていうのがこれが家電量販店に売ってますでそれをまあ定価で買ってもいいですし安い時に買ってもどっちでもいいんですけどもこのどっちでもいいっていうのがポイントでしょどっちでも儲かるんでで買いに行くじゃないですか新品をで新品買いに行ったらそれをね まあ新品のまま箱開けてバラすんですよ。短いレンズの新品、望遠レンズの新品、ボディの新品、その他付属品の新品をできる限り分けて、で、それぞれで新品で出品するんですよ。そうするとね、あの、儲かるんですよね。あの、セットって割安で出てるじゃないですか。で、単体で買うと高いんですよね。だから単体に戻してあげるんですよ。これがね、あの、実はね。 <laughs> あの一発で5,000円から1万円もから新品転売なんでじゃあその新品を1日にね2個か3個買ってくればいいって話なんですよそうするとねほんと30分ぐらいで終わるんですよ30分ぐらいでしし仕入れが終わって1日中ワゴンセールを回るのと同じ効果なんですよでしかもその新品っていうのはまあ売れるんですよね新品だから <laughs> どうこれをねやっぱり気づかないといけないんですよ 新品転売っていうものにだからね新品転売っていうのドライヤーのディスカウントを買ったりとかあそれからねあの発電機のディスカウント買ったりとか電源タップのディスカウントを買ってそれをね300円とか500円の理財をつけて一生懸命売るんですけども私はそれはあんまりしないですね。うんでちょっと大きなものになると今度送料がね7,000円とか1万円かかっちゃって利益が出にくいんですよ。 うんなんか私が目をつけたのはね、あのー、ガソリンを入れる発電機なんですよ。よくね夏祭りとかでドーンと置いてそっから電源を取るみたいなそういうのがダラだラダララと音がする発電機ありますけどもあれね通常5万9800円なのをたまにホームセンターでディスカウントで2万9800円とかで出てるんですよね半額ぐらいで出てるんですよ。でも 送料とかなんとかかんとか保証とか込みでやるとねああのまあ物流中の保証とか込みでやると重いんで全然儲からないんですよ1万円儲かるかどうかなんですよしかもあれを買う人ってあんまりいないんですよねモノレート見てもあんまり動いてないんですよということを考えると結構ね大きなものは利益が取れやすいけども送料で アウトにななっったたりり在庫がそそももかで大きいもののディスカウントって本当にね、めったになかったり、3ヶ月に1回とかだったりするんで、本当にね、なんか儲けるのが難しいんですよね。だから新品を仕入れた時って、ちっちゃいものじゃないと在庫置き場がなかったりするんで、 で、ちっちゃいものになっちゃうんでね本当にいっぱい買わないといけなくって軽自動車のワゴンルームがいっぱいになったりするんですよでいっぱいになるんだけどもそれでどのぐらい儲かるかっつったら1個,個あたりの単価がやっぱりね3000円とか5000円前後のものを買うんでなかなかなんですよただ私のさっき言ったねカメラのダブルズームキットを例えば8万9800円で買うわけですよあの EOS のシリーズとかでそれをバラすと10万円ぐらいに合計でなるんですよねでバラで売れていくんでしまいにはですねあの なんですかね、ボディが残っちゃったボディととんかち短いレンズが残っちゃったみたいなやつがあったらそれをセットにして出すっていう工夫もできますしさらに中古のレンズを買ってきてあの望遠レンズだけ中古ですっていうやつでねやっぱりこう原価を割れないように売ることもできたりとかして結構ねこれがねいいんですよねあとねカメラだったら、あのー、ミラーレスとかねミラーレスっていう,こうちっちゃいあの一眼レフみたいなやつがあるんですけどもそれもなかなかねちっちゃくて軽くて。 まあ女性に人気なんですよねでやっぱり女性に売ろうと思ったらカメラの中でもホワイトとかピンクとかねああいった系統かわいらしい色が売れると男性は黒が本当に大好きなんで黒がもう9割ぐらい売れますよねそういういに色も実はね。 男性に向けて売るのか女性に向けて売るのかあかなり重要なんですよ。なんか女子カメラみたいなタイトルで売ったりするんですけどね。そういう工夫もあったりします。まあこれね、転売のこと話したらね、私もね、相当気合入れてやってきたんで、まあ全部気合入れてやってきましたけども、いくらでも話すことがあるんですよね。やっぱりこういう風に、次からすげえとこういう風に台本なしとかでアイデアが出るってことは、やっぱりね、自分でも相当根詰めてやってきたんだなという風に今振り返りますね。ほんと転売、新品転売の話が出て、もうまだまだお伝えできますんで、またね、ご連絡いただければと思います。 ちょっと今日話した新品転売はねあのこれはねなんか怒られるかもしれないですねだからワゴンセールのやり方をタダで教えて実は新品転売はこうですよっていうふうなあのラインアップとかでね極秘で教えてるやつだと思うんですよ私が今言ったのってまだまだ先があるんですけどね w i の,ウィーのなんか買い方とかね あのこういうふうな任天堂スイッチとかねいろいろあるんですけどもね、うん、まああのー、スイッチとかはセールスのタイミングとかもよりますしクリスマスとか関わってきていろいろとややこしいんで、えー、とまカメラはね未来永劫なんですよ同じです売ってるところも一緒でトレンドも一緒流行りとかもなんともないんですよあのー、運動会の時期に売れるとかね345月によく売れるとかねそれからお盆の時期に、えーまあ、売れて9月10月11月は手放す人が多いとかね あのいろいろね、サイクルがあるんですよ。で、クリスマスにはまた売れるとかね。 1>, で1月2月はあんまり売れないとかってサイクルがあるんですよ。で、売れない時期って仕入れが有利なんですよ。で、売れる時期って売価が高くなるんですよ。まあ、ただそれだけで売れることもありますからね。同じカメラを売ったり買ったりずーっとしていって、利益が取れるみたいなね。だからもう売るべき時期にね、バーっと売って、3、4、5月に、あ、そう、3、4、4、5月入学式という卒業式とか、春の行楽みたいなのがある時にカメラはむちゃくちゃ売れるんですよ。その時にばーっとね、高値でどん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 売って、他の転売屋さんも高値で売ってるんで、みんなでね、インフレが起きてるんですよ。 でえー、その時期春に買った人がでお盆が過ぎた時期にカメラ使ってねえなみたいな感じ今度売りに出るんでね安く買いただけるみたいなそんなサイクルもこんな無料動画で喋っていいんでしょうかまああまり見る人いないからいいかという形でございますまあカメラの話はね結構濃くできるんですけども他の不用品転売もいいかと思いますえっ、ー、と参考になったでしょうかなったと思いますんでね転 <laughs>、まあ、売はねむちゃくちゃ儲かりますんでやってもらいたいと思いますけどもやっぱ転売ってのは儲けに限度がありますんでやっぱ作業がね関わってきますんでね作業が当てれる時間 時間がどんなに頑張っても30日でアッパーがですねプロフェッショナルな人でも1人で転売やるんだったら200万ぐらいが限度ですまあですの、ね、で多くの方は100万いかずに終わっていくとか30万前後の利益で止まる人が最も多いです9割ぐらいですで30万前後だともうねとてもカメラだけでやっていけませんので途中で、えー、なんかねあのモチベーションが下がったとか指令がちょっとね半年間できなかったっもういろんな事情でね退場をせざるを得ないあの薄い 氷の上を歩くような作業それが転売での30万前後の利益っていう世界なんですよね、まあ、100万前後でもあんまり安心できないんですよね転売はむちゃくちゃ作業があるんであのたまたま1週間作業できませんでしたとかね仕入れのタイミングが1週間見つかりませんでしたって言ったらアウトですからね FX に関しましてはロットを上げることができるんで1週間取引するタイミングがないような今週みたいな感じでも別に期待が持てるんですよ来週とか再来週に大きなブレイクが来ることにもうフォーカスしてゴーンと当たればですねそれはあの100ピップスからい抜けますんでね、うん、い,いけると思うんですけどもねまあそれであのロットも増やせますしね、うん、ピップスが動かなかったらロットつけることもできますんで。 まあちょっとね、長くなりましたけど、そんな感じでございます。参考になれば幸いでございます。えっ、ー、と、悲惨、今週 FX 全敗です。でも講座で助かった。デモ講座で助かったでしょ、これ。でも講座で助かったになってますね。<laughs> ああ、でもね、10回生再生されて、グッドが2ということで、なかなかいいですね。ミスターマイアミさん、これからも、どん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 発信していってください。ちなみに、車で通られてるときに、後ろの方にね、あの、ヤシの木みたいなのと、車がずらーっと並んでるの、あれがなんかいいですね。なんか観光地みたいな感じで、ザ・ミスターマイアミですね。 うんすごいな、まあ、今度ね駐車場に停まってる車をこうやってバーっと映してみてくださいあのー、どんな車がねマイアミには止まってるのかとかね高級車が多いのか日本車が多いのかなかなか面白いと思いますんでねでナンバーの件も、まあ、日本からアメリカのナンバービルムには別に、ね、隠さなくても大丈夫でしょうどうですかね分かんないですけども <laughs> あのーまあ、ナンバーにね個人情報に配慮しながらちょっと車をずらーっと見たいなって気持ちもありますよねあとなんかすごいスクールバス黄色い黄色いスクールバスで長いのがあるでしょ あれもうマイアミだったら走ってると思うんで、ちょっとあれ見たいですね。私、あれに乗りたいんですよ。あのスクールバスに。何回かね、あのー、運転したことあるんですけども、でっかいのをね。えー、まあ、今度はね、自分で所有したいな、みたいなね。最近ね、ほんと、アメ車が大好きで、あっちこっち見てるんですよね。うん、まあ、アメ車ファンっていうのいるんですよね。まあ、そんな感じでございます。すいません。失礼します。